どうもこんにちは、まごちゃんです。今日はですね、今更ながらではありますけども、加熱式タバコのメリットというお話をしていきたいと思います。はい、まあね、加熱式タバコっていうのがもう5、6年なんの結構なると思うんですけど、まあが日本で販売されるようになって、だいぶシェアも増えてきた中でね、まあ結構な人がね、喫煙者の中で加熱式経験してると思いますけども、先日ですね、コメント欄でこんなコメントいただきました。うぐいすわさんからですね。自分は普段アメスピを吸っているのですが、試しに買ったブルームテックプラスが微妙だったので電子タバコから遠ざかっていますと。電子タバコって紙巻きタバコに比べて吸いごたえの面でやっぱり劣りますか？紙巻きタバコより電子タバコの優れている面を教えてください、というコメントいただきました。うぐいすわさん、ありがとうございます。はい、というわけで今日は、まあ今更ながらではね、ございますけど、まあ加熱式タバコ捨てる人はもう分かってることだとは思いますけども、まあ改めてね、私なりの加熱式タバコのね、メリットを挙げていきたいと思います。加熱式タバコのメリットその1、これ煙くないってことです。これまあほぼこれ煙くない。まあ煙出るし、多分吸ってない人は嫌がるかもしれないけど、あのね、普通の紙巻きと比べてね、全然煙くないんですよね。要はさ、タバコの煙って臭いじゃん。臭いのよ。で、臭いっていうのは単純にその場で臭いだけじゃなくて、服とか紙とかに匂いこびりつくじゃん。だからそれこそね、まあ俺が代表例で出すさ、東京駅のさ喫煙所、今もないかもしれないんだけど、もうぎゅうぎゅう詰めんとこで全員が、当時加熱式なんてないから紙巻きタバコ吸ってんだけど、もう煙もくもくで、そこ出たらタバコくせえなってなったりするわけ。そういう匂いとか煙さっていうのが加熱式タバコは圧倒的に優秀です。はい、まあ正直吸わない人からしたら臭かったりとかするかもしんないけど、それもその場で済みます。後々になって家帰って加熱式タバコくせえなってことは俺は一回もない。多分そんだけ匂いは残らない。なんでまず匂いがないっていうと、ここが大きいですね。これが圧倒的に一番で、俺は前紙巻きの時は家で吸う時はベランダ出て吸ってたけど、今はもう加熱式はもう部屋でガンガン吸います。というわけでメリットの一番目が、煙くない、匂いがつきにくいというところでございます。はい、で2番目に挙げたいのが、黄色くならない。これ大きいです。はい、さっき部屋でね、加熱式になってから部屋でタバコ吸うって話をしましたけども、紙巻きで部屋で吸わなかった理由は、煙くなることと壁が黄色くなること、これが大きかったんですよ。でそういう黄色黄みになる、そういうのが加熱式は一切ないね。これ加熱式としてアイコスも、グローもプルームテックも吸ってたけど、プルームテックはそんな吸ってないけどね、全然黄色くなりません。紙巻きのやっぱりヤニとは全然違うんで、だから歯とかもね、まあ俺ちょっと今紙巻きも捨てるからちょっと黄色いんですけど、明らかに紙巻きに比べて黄ばみっていうのは全然少ないです。なんでメリットの2つ目は、黄ばみが少ないというところ、これがメリットになります。はい、3つ目は、吸い殻とか灰の処理がいらないってことですね。はい、まあ紙巻き捨てる人はもちろんね、灰出ますから、灰がまあとっちらかるじゃん。だし灰も臭いじゃない。その灰が出ないっていうのと、あと吸い殻もさ、ちゃんと灰皿とかに捨てないと危ないんですけど、加熱式ははっきり言ってゴミ箱に捨てれます。もちろんね、吸い終わってすかさずゴミ箱捨てたらちょっと危ない気はするけど、まあなんかに入れといて、あとまとめてポンみたいな、すごくね、その何、始末が楽。灰の処理と、あと吸い殻の始末がすごく楽です。だから灰皿もはっきり言っていらないね。なんか一旦吸い終わった後入れとくので、冷ました後はあとポンとゴミ箱に捨てても全然嫌な匂いもしないし、そのまま普通のゴミ、燃えるゴミとして扱えるっていう、これがねやっぱ結構いいメリットですね。最後になるんですけど、まあこれメリットと言えるか分かんないですけど、紙巻き針に吸いごたえがある加熱式タバコもあるという。でこのうぐいすわさんのねコメントでは、プルームテック吸ってたことあるんだけど吸いごたえがなくてやめましたっていう話なんですよね。でまあ俺から言わせてもらうと、プルームテックは一番吸いごたえがないです。はい、加熱式の中で一番はっきり言ってダメなやつ。ダメっていうか、
おそらく健康面を考えればプルームテック一択なんだろうけど、吸いごたえっていう物差しで測った時にプルームテックはなしです。プルームテックプラスって書いてあるから、これの前のプルームテックだったかもしれないですけど、基本的にアイコス、グロー、プルームテック比較した時に圧倒的に吸いごたえがないのがプルームテック。だから吸いごたえ求める人はプルームテックには乗り換えられない。なんでこのコメントいただいたウグイスワサーに試していただきたいのがアイコスとグロー。やっぱこの王道2つどっちか試してもらいたいっていう、もし加熱式に乗り換える気があるならね。さっき言ったメリット3つのこと踏まえて、あ、じゃあちょっと試してみようかなっていう気があるんであれば、アイコスかグローちょっと試してみてもらいたい。で、吸いごたえっていうので関して言うと、グローハイパー一択です。はい、アイコスはタバコっぽくはないんですよ、俺の中で。あの焼きたてのパンみたいな吸いごたえもあるんだけどね、俺なりに吸いごたえあるけど、タバコっぽくはないですよ。で、タバコっぽくあってなおかつ吸いごたえっていうので言うと、やっぱこのグローハイパー一択ですね、今のところ。うん、これは最強っす。ウグイスバさんは普段アメスピ吸ってるっていうことで、俺もアメスピ吸ったことあるんですけど、あのね、ただこれが難しいとこで、アメスピって俺の中で味薄いんすよね。なんかやっぱあれオーガニック系のタバコだからかもしんないけど、薄いじゃないですか。なんでもしかしたら味として合わないかもしんないんだけど、きつさっていう意味では俺は多分アメスピよりはグローハイパーの方が上だと思いますね。ちなみにグローハイパーの俺ケントのやつ知ってるけど、まあグローネオっていうシリーズのレギュラー、あれでも癖あるからこっちの方が多分普通にタバコに近いんですけど、これよりキック感のある、要は吸いごたえのある紙巻きタバコってないと思うな、ほぼほぼ。俺あんま吸わないけど、ピースとかもしかしたらはこれより上かもしれないけど、俺紙巻きの時は基本的にハイライト吸うんですよ。なんでハイライト吸ってる人間がこれで満足できるぐらいの吸いごたえはあるんで、もしねウグイスワさん加熱式興味持って吸うんであれば、このグローハイパー、これが一番おすすめ、吸いごたえっていう面でね。ただアメスピ吸ってるってことで、あの自然な感じの香りとかそういうので言うと、やっぱ加熱式はちょっと厳しいから、人工的な感じはやっぱりあるので、そこは難しいんですけど、もしね、あの加熱式興味あるんだって、吸いごたえ重視で選ぶんだったらグローって感じですね。グローハイパー、ごめんなさい、グローハイパーですね。これ的に焼きたてのパンのあのアイコスの味もすごい好きなんで、アイコスです。で、俺がアイコスでおすすめの味はスムースレギュラーっていう、スムースレギュラーが一番美味しいです。はい。で、プルームテックはさっきも言いましたが、やっぱ吸いごたえがないんで、吸いごたえを求めるんだったらプルームテックはやっぱちょっと多分ダメだと思いますね。俺多分プラス吸ったことないけど、前のプルームテック吸って、あ、これよりちょっと強いとかめちゃめちゃ強くなったとしても大したことないなって感じがしたんで、もし吸いごたえを求めるならグローハイパー一択で、タバコ感も求めるならグローハイパー、本当のこのカートリッジおすすめしますんで、ぜひね、あのもし今日の話聞いて興味持ったら試してみてもらいたいなと思います。というわけで、今日はですね、加熱式タバコのメリットというお話をさせていただきましたけどもね、何か皆さんのね、加熱式タバコ吸いたいなとか思ってる人、乗り換えようかなと思ってる人の参考になれば幸いでございました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますとこのデビューを送りますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。